バーイ。もう戻せ。今やってんねん番組。第38回 SE ボートレースグランプリ、ボートレースグランプリということで、12月19日から始まりますボートレースグランプリということで、今回特別企画、この2人に来てもらいました。石野貴之選手と西野貴之選手。何よそういうとこ。ほんまに何の打ち合わせもしてない。してない。ほんまにそういうとこな。ほんまに怒られる。今やりよって気持ちよかった。気持ちよかった。違う、今回はボートレースグランプリの特別企画で、はい、お二人に来てもらいましたけど、はい、乾杯しましょう。乾杯しましょう。はい、乾杯。はい、久々の乾杯。で、グランプリにまつわるトークをしようということで、はい、まあ、2人と一緒に、まあ、そんな普通に喋っても面白くないじゃないですかということで、ここにね、今10月15日、16日時点のランキングで18位まで入ってる選手が、ここの神経衰弱入ってます、はい、これを神経衰弱してもらって、はい、同じ選手が出たらその人にまつわるトークをしてもらおうという斬新な企画。あ、全然面白くなさそう。めちゃくちゃ面白いよ。全然面白くなさそう。こんなんやったことないやろ。記憶力めちゃくちゃないっすよ。だから神経衰弱やから。ちょ、まあまあ多いな。難しいね。え、まあまあ多ない。18かける2やから。あ、プラス西山さんに入ってます。34。ランキングは入ってないけど入ってるんです。なんで？これには入れてもらったんですか。ありがとうございます。入れよ、入れよ、いい感じ。さあ、ということで、じゃあ神経衰弱やってもらいましょう。あ、じゃあもう長嶋さんもしようよ。うん、俺、ね、エピソード。そう、何にしよう。あ、じゃあ行こう。最初はグー、じゃんけん、ほい。弱わ。最初はグー、じゃんけん、ほい。しゃー、じゃんけんだけ分かった。皆さん、じゃんけんだけ分かっちゃいましょう。ええねん、早くやってくれ。こっちに言ってくれ、こっちに。カメラちゃうねん。押し間村くん。おー、まあまあまあ、1枚目やね。元じゃん、島村元じゃん。これ覚えれる。覚えれる。 OK。 じゃあ石野さん、爪切ったぞ。知らんねん、爪を。深爪、深爪のやつ知らんねん。ダン。あー、ブスくん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 。この辺から行こう。もうこれめくった時点で僕言いますわ。うわー、かくろさん。あー、かくろさん。これ覚えてる。深爪。もうええわ、やるわ。爪は切るし、フライング切るし、やってられねえ。ちょっとあれ、椎名くんが優しいな。ほら、西山選手入れるからやん。あれこれ、すいません、椎名さんや。手作り、手作り。ちょっと待って、もうどこが分かる。ちょっと分からない。今こっちに行った。磯部。あ、馬場さん。もう、無事チャンスタイム。エピソード言わなかったね。そうやね、あるやろ、元氏のエピソード。そう、ナイス。そう、え、深爪。深爪。はい、ということで、一人目、篠崎元氏選手、1枚ゲット。しゃー。はい、元氏さんのエピソードお願いします。エピソード、はい、エピソード、なんですか。やめろ。やめろ。やめろ。イメージあんねん。引くよ、もう俺。あれ、あれ、これ引いた。いや、おー、びっくりした。びっくりした、びっくりした、びっくりした。当たった。青やから。はい、タクロさんと土屋さんね。はい、土屋来い、土屋。うわー、また青やん。おお、いや、何やるか。手作り。いや、もうええねん、何回目やねん。はい、ね、
ね、だから SE 届くの祝勝会も僕司会やってますから、ね、で祝勝会の司会やった時に、平本選手が湘南の風みたいなライブをやりたいって提案して、うん、同期に言ってくれっつって、うん、元それこそ元志さんに、同期やからね、そう同期やからね、元志さんに湘南の風歌いたいって言ってるから、うん、もっくんや一緒にやらへんかって言ったらすぐ断りました。そういうことだね。元ちゃんそういう男です。そういう男です。いきますよ。それ引いたやろ。え？あ、引いてないでこれ。手作り。いやもうええって。はい、石野さん。そうや。もうそれはもう集めよ。集めよ。集めよ。オーケー。かやちゃん。かやちゃんエピソードいっぱいあるじゃん。この人もね。この人何でも凝るんです。もうめちゃめちゃ凝り性やもんね。肩も凝る。趣味多い。肩も凝る。肩も凝る。肩も凝る。本当。何でも凝る。そう、趣味多いから。でね、いつもね、大阪の部屋に行ってね。うん。内緒ですよ。なんですか。絶対内緒ですよ。なんと、ここだけの話。コーヒー。いや、お前入れてくれんのかい。優しい、美味しいやろ。こうやってやるやつな。美味しい。ね、こうやって。あれ、ごますりえるの。そうそうそう。ごまだから、それで言うたら、もうそれに憧れたこの人また、コーヒー、こうやってますわ。コーヒーやってます。コーヒー、ほんと。なんなんですかね、みんな、コーヒー。コーヒー、コーヒー言うて。いや、これです。あ、俺、シャール出たの。いっちゃん最初。これでも、西ちゃんの方がいいよね。うん、絶対仲いいもん。これ。うわっ、うまい。ちょんまい。ちょんじょう。ちょんとって言うなって。ふかや。ふかやくん。あ、え、置いとくよ、じゃあ。いやいや。え、どっちだ。いや、もう、そこはもう絶対放送できへんからや。置いとかれた。絶対引かれた。じゃあ引くよ。取材とかでゴルフも行ったことあるし、萩さん、松田裕樹選手とか、うん、あの福井の仲いい感じで、で浩平さんゴルフ行った時に、浩平さんゴルフ終わって、でみんなもうじゃあ僕も東京帰るんで帰りましょうかって言ったら、浩平さんがもうめちゃめちゃ率先して、八番ラーメンだけは食べない。有名なやろ、あの福井とかでね、有名なラーメン屋があるんです、チェーン店の。大場元明はスープ送りますよ。そうなの。はい、店から。ほんまに、そうです。嘘かい。しゃあ、行こう行こう。島村忘れたもん。島村、ほんまや。島村忘れた。いや、島村忘れたよ。じゃあもう。うわ、浜田さん。うわぁ、ファンタジスタ。うわ。初登場、初登場。浜田さんも僕、憧れ。ああ。天野さん緊張した。緊張した。緊張した。天野さん。エピソードない。いやいや、エピソードないって。今の目力こうだった。かっこいい。天野さんちょっと。かっこいい。いやでも僕。エピソード禁止。いやじゃあ一回飲んでみたい。天野さんと。え、スペシャルゲストじゃないの。いや天野さんこうへんって。もうええやん。手作り当てたんやろ。手作り当てたんやろ。当てる気ないやん。お伊藤さん、浜田さんある。僕はまあ、まあ、全然あ、じゃあ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 置いとこう。いや置いとこんとこ、うん、じゃあ置いとこう、うん、同時に行くで、うん、ブイすごいところ。お、なに。僕ね、もうデビューして、うん、もうほんま最初の方のエース、うん、あ、G1、うん、スミロエ、うん、予選4日目、うん、むちゃくちゃ突っ込んでもうて、うん、予選で、うん、勝負かかってて、うん、で、とにかく謝って、うん、もうすいません、ドカーンって言ったら、うん、すいません、あー、こんなペペやで、うん、まだ分かんない、うん、かっこよかった。太陽がかっこよかった。惚れ込んでるやん。
じゃあほんまにもうめちゃくちゃ怖かったね、その当時の G1 って。あー昔は、うん、ちょっとさ、引いてないってことこう、うん、この辺は引いてないんじゃないですか。これも引いてないじゃん。ほら、初めて。あー、あそれ何か手作り。これも分かったよ。こうとこうよね。完璧。シテ君、はい、1枚ゲット。やっとゲット。まだ同期やから。ちょっととんでもないことが来た。ちょっと待って、もういいところでした。今やってんねん、番組、大場さん。ライブ？いや、ライブやないねん。今やってんねん、大場さん。で、大場さんです。代表、よっしゃ、そういうことね。代表、終わったかと思ってた。代表、何飲むんですか。あ、今、言ってさすが今、西山さんのトップターンなんで、ちょっと大場さん、ちょっと黙ってくださいどめどり、SG 取って、取った同期、もうみんな、もう、その時行ける全員を札幌に招待、もう、全部俺が出すんです。トムちゃん一棟貸しのホテル、一棟貸しの借りたんですよ。道着行って、普通飲み行ったりするじゃないですか。どこにも飲み行くことなく、ラーメン食いてえねーっつって、味噌ラーメン食おうやっつって、セブンイレブンで札幌一番買ってきて、みんなで札幌一番作って、安上がり。悪いわ。悪いな。最高だったっすね。悪いね。悪いね、本当にこれは悪い、これは悪いね。いやでも飯連れて行ってくれた、さ次の日すごいめちゃくちゃいい。でも嬉しかったでしょ。うん、もうやっぱでも、ね、初制覇で、もう本当に嬉しかったです。それやろ。あ、あ、ちょ、違う、あ、ごめんなさい。あー、この辺こっちやって。この2個よ。違うって。違うって。そこって、あここっちよね。あこ俺全く覚えてない。これは知らん。いや、それは知らない。いや自分では覚えてない。いや知らない。違うってそこ言うたやん。違うな、この辺やんな。そう、もうそこやん。大山、これは大山、ここと違う、大山、ここと、こうす。えぇ、ー、そうだ、これエピソード1回、はい、出してください。あ、違う。いや、違うよ、絶対違うよ。格納さんでしょ。違う。あ、なんか見た。これ分かったぞ。分かったぞ、わしも。全然分からん。あれ今あった。今イエーイ。池田さん、めっちゃもう常滑の大スターなんで、スキマスイッチ同級生なんや、ね、スキマスイッチ同級生で、スキマスイッチこんなポーズせえへんねん。スキマスイッチ同級生で、前にあのボートレースの CM 歌ってる時に、スキマスイッチがたまたまラジオに出てる時僕聞いてて、で、そのスキマスイッチがボートレーサーと同級生なんですよねって、一番応援してる選手は誰ですかって言った時に、スキマスイッチが磯部誠って言ったよ。なんでお前、ね、そんだけふっといこれお前、ね、はい、ババさん、はい、ナイス。よっしゃ、エピソード。僕はあの琵琶湖の記念で優勝1号店に、座った時に馬場さんが優勝に乗っとったんですよ、でも緊張しとったでしょ、僕は。西山君って思いっきり張って張るっていう、外に牽制してきいよって言ってくれたんですね、でその時森田俊介さんも、もうお前力いっぱい張って優勝しろよって言ってくれたんですね。今思ったんですね、あれ罠でした。二人から、地元の大御所の二人から晴れよって言われたら晴れないんですよ。ほんで優勝したらババヨシャ、すまねーたれーれーたらーれーたらめーたらたらめーたらたれーっていう話どっちでした。はい、これ最後もう覚えてないもん。これ手書きやな、かこれ手作り。いや、手作り2枚集めていいんよ、別に。これ引いてこれ大体この横にあっ、島村出たよ。え、大場さん、覚えた。反応し、大場さん、もうここら辺全くわからん。そうやね、大場さんまだ新人やもんね。これはこの中で新人やもん。引いてない。あ、それいい、いいかもしれない。いいよ、いいよ。石山や。これは大場さん引いてほしいわ。ぜひ。
あー、ベイブレード。あったあった。これ、あれ西のどこ、うん、これはし、これえあ、それ、もうふざけんな、もういいもういいもこれ、これなし。いや、これです。これ、こっちか。よし。あ、でもシマンもやよ。はい、おばさん、いきます。引いても一位も面白くないよ。いや、じゃあ、行こう。じゃあ、行こう。人見て、はい、よいしょ、はい。はい、はい、おばさん、伊藤さん。エピソードください。あの、鹿児島のボートレースチケットショップの帰り、はい、イベントやったんですね。西山と、はい、まあ、じゃあ帰ろう、はい、じゃあ福岡であのうどん食って帰ろうって言ったんです、2日だけ、はい、一緒に乗ってました、はい、そしたら、はい、大阪行きの切符持ってるから、はい、別の車両、はい、マザード店に来てね、店に来て、そしたら博多で降りてきました、うん、そして博多で一緒に降りた降りたね、降りた、一緒に降りたよ、降りて、まあ、じゃあどうしようかな、うん、飲むしかないな、そりゃそうですよね、それでうどんを食わずに飲んだって、うん、それで、で、うん、すごいだろ、ね、これがモンゴス界の会長の実力だ、1ミリも面白くない、言葉は多いけど1ミリも面白くない、というのはめちゃめちゃ面白い、口数は多いけど言葉が足りてきた、うまい、はい、ワンペア取った取りました、僕ですか、やったー、お願いします、嫌い、よし、これで使います、これはこれは使います、これは使います、これは使います、それ、やってみて、僕はこれ、あ、そうです、これは同期で聞きたいわ、この人ね、高年時代、うん、相当あのやらかしでむちゃくちゃ頭いい、カブロさんけど容量悪くて、まあ言うたら教官に目をつけられてる、デビューして15年ぐらい経った時かな、その教官に会った時にマジで痙攣したなんてよ、ね、訓練時代怒られたからフラッシュバックしてマジで超えて痙攣した、痙攣したもう二度と会いたくない、そうです、あ、俺それしか、はい、クリクリー、次、はい、以上です、あ、それよ、はい、ハノキュン、いやいや、好きやろ、はい、次、はい、それとこれよね、大場さん、これ期待されてるよ、いやいや、これはそれやっちゃいけんやつやってます、期待されてるよ俺の人生を変えた人どういうこと、どういうこと、静かに強制選手を送るボートレーザー、ボートレーザーとして送る流れだったのに、うんうん、ポンコ使いとかそういうのがなって、うん、忙しい毎日が始まった。おう、おいで。おいで。まだ。おいで言うても1ミリも。30分。1ミリも。嫌い。ダメです、ダメです。好き。そうなんです、そうなんです。どこか。大場さん、はい、ほんまにこの人のすごいとこ言ってください。すごいとこはね、ふざけてるそうだけど、うん、実は真面目という、一生懸命ボートに対する。それでも大場さんは昔入ってきた時どう思ったの、はじめ、めんどくさいで、マジでひどいですよ、あの、めんどくさいなで遠ざけてた人、あ、そんなに知り合いたくないな、10、ほぼ全ての先輩がそう思って、そうです、最初の入りは10年ぐらいは付き合ってなかった、10年ぐらい、10年もなんか僕だけも毛嫌いしちゃった、いやいや、毛嫌いじゃないやべえもんが出てきたってなっとって、なんかうるせえぞってなっとって、全然それからもう、あの今に至ってポンコツ界でまさかこんな来たら撮影があるとは知らず、いや知ってた、いや知らない、いや撮影は1時間ぐらいで、いや知らんと思います、ほんまに知らんと思います、1時間ぐらいで終わって最初の終わって、その後飯食いっけーって、うん、終わって飯食いくのがヨダやからーって、おー分かった分かった終わって、で普通に入ってきますじゃあなんか電気消えた時なんであらもうここで石の折りけもう貸し切りなんやなと思いながら入ったらあってこの機材にもちろんノーギャラです。もちろんね。
だってたまたま来た人ですから。そうそうそう、エキストラ。エキストラ。これ自分で払う。もちろん払わないと。別会議。じゃあ最後2枚、4枚。ほんなら立候補しよう、これ。もうそう、だからもう、深谷選手と桐生選手。これはもう2人から絶対聞いた方がいいと思うわ。じゃあ、どっちかでいこう。これ、老眼で白井英二にしか見えない。うるせえ。もう名前とかも考えてない。いくよ。せーの。はい、オッケー。純平ちゃんは、ずっと優勝が最初できんやったんですよ。うんうん、で、そうです。もう何十優位するもしても全然優勝できんで。うん、で、僕が、あれ、川口王とかなんかにトークショーがあった。うん、で、その時に、わざわざ迎えに来てくれたんですよ。川口王都に？いや、あの西川口の駅に行って連れて行ってくれたんですよ。で、迎えに来てくれて、うん、連れて行ってくれて、で、僕仕事が終わってその後に2人で、オートレース場で買ったんですね、車検を。で、オートで、ね、はい、僕当たったんですよ。で、当たってありがとうっつって、純平ちゃんに今日迎えてくれてありがとうっつって、うん、1万円、うん、このガソリン代やっつって渡したんですよ、うん、もう今になっちゃう、その1万円返してほしいっすマジで。そう、喋ってる時に、うん、大場さんずっと、すいません、生ください別会計で、はい、これが大場元明なんだよ。違う、これがポンコツ。そう、ポンコツ会なんだね。そう、そう、ほら、ラスト行こう。今一瞬、我が道を。もうりょうちゃんになってますよ。俺のりょうちゃんと嫌だって。何言ってんのよ。こら、深谷。ということで、神経衰弱、もう結果はもうよくわかりませんが、いろんなエピソードを聞けました。19日から始まりますボートレースグランプリでございますが、はい、石野さん、ぜひ地元を代表してファンの皆さんに一言お願いします。はい、今回久しぶりに住之江グランプリということで僕が優勝します。生ビール、いいですね。タイミング、タイミング、おじさん大場さんに言って、俺もうおじさんって言うと思った。もう今意気込み言うてた。あ、グランプリ応援よろしくお願いします。いつ自分のターンだった。今どういうタイミングで今自分やと思ったの。ぜひ19時からの SC ボートレスグランプリ応援してください。石野さん、頑張ってください。